子どもの健やかな成長を第一に考える子どもまんなか社会の実現へ、松山市と市内の経済団体が共同で応援サポーター宣言を行いました。市では新たに男性職員の育休取得率 100% を目指します。子どもまんなか応援サポーターは、子どもの健やかな成長を社会全体で後押ししようと、子ども家庭庁が個人や企業、団体に賛同を呼びかけています。県内でも賛同の動きが広がる中、松山市と松山商工会議所など6つの経済団体は今日、共同で応援サポーターに賛同することを宣言。具体的な取り組みとして、野志市長が新たに2025年度までに市の男性職員の育休取得率 100% 達成を目指すことを表明しました。今後、経済団体では加盟企業などに宣言への賛同を呼びかけ、子育てしやすい職場環境づくりを目指します。